フォートナイトのお時間だ。ポンプショットガンが復活して数日経ったが調子はどうだ？コンバットショットガン使い慣れちゃってポンショが使いづらく感じる。それでもショットガンの選択肢が増えたのは嬉しいけどな。開幕で拾いやすくなった気がするからありがたいね。開幕で拾えないときついもんな。とか言ってたら開幕でショットガン拾えませんでしたね。まだ諦めるには早いって、きっとすぐに拾えるって。逆にもう拾わなくていいんじゃないかな。急に何言ってんの。ファースト SMG をショットガンとして運用します。ショットガン使わずにビクロイを目指そう。急に始まる縛り企画。今日からお前がショットガンだ。任せてくれメンス。不安しかありませんがスタートです。まずは屋根上に上がるために資材を回収。そのまま軽やかに屋根上を占拠。敵も登ってきてるぞ。バースト SMG の火力に震えるがいい。一トリガーでキルできたな。冗談で始めたけど意外といけそう。冗談で始めたのかよ。お屋根の上からこんにちは。白ダメージだったな。それでも無理やり突っ込んでいくのはさすがに無謀だよね。それで何回返り討ちになったんだって話だしな。過去の傷をほじくり返さないでもらえます？傷口に塩塗り込むくらいの覚悟を持ってください。修羅かよ。ぜひ修羅になってください。おい、ちゃっかり資材を盗んでいくんじゃない。すっと取っていったな。鮮やかなお手並み。こいつきっとルパン三世だわ。こんなところにルパン三世はいないです。ルパン逮捕だ。遊んでる余裕ないだろ。逮捕とか言いながらキルしてますけど。まあそういうゲームですからね。バトロワって急に真面目。敵いないなぁ。いや、いたわ。お手本のような二度見をする霊夢。まさかあそこまで自然に溶け込むとは。きっと森の妖精に違いない。捕まえよ。捕まえる。キル。姉ちゃんだって真っ黒クロスケ捕まえるとはたっ潰してたから同じだよ。一緒にすんな。妖精さん捕まえた。お前に妖精は一生見えない。上から足音が聞こえたので全速前進。なんか体力とシールドが減ってるんですけど。不毛な争いによって傷を負いました。キルが増えてないってことは何も得るものはなかったんだな。だから私は今回復アイテムを奪うために戦っています。すぐそこにメディキット落ちてたぞ。倒さなきゃ拾えないし使わせてくれないでしょ。それまで覚えていられればいいけどな。いくらなんでもそんなにすぐに忘れたりしませんよ。シャドウボム使って逃げたぞ。あんなに削ったんだから絶対に逃がさんぞ。結構近くで姿現した音したな。いた、あそこだ。絶対に逃がさんぞ。この時点でメディキットのことは頭から消えてる模様。またシャドウボムで逃げた。こうなったら漁夫の人を倒そう。回復アイテムよこしなさいよ。あざっす。焚き火ある。これで回復できる。さらばメディキット。資材がほとんどない状態で終盤戦になりました。もっとちゃんと資材集めておくんでした。資材のない奴に未来はあるのか。このまま当然のように走ってれば意外と撃たれないんじゃないかな。高確率で撃たれると思うが。近くに誰もいないし意外となんとかなる。私は信じています。無理みたいですね。ちゃんとシャドウボム使って移動しましょ。最初から使っておけばよかった。敵一番いいポジション取るための温存なんで。ここで一番高いところを抑えることで私が圧倒的に有利になります。あとは上がってくるのを待ち構えるだけよ。シャドウボム持ってるのかよ。一番いいポジション取られてますよ。さっきまではここが一番いいポジションだったんだよ。ちなみにワンオンワンとなっております。あっちにいた人ストームに飲まれちゃったのか。ここアンチ外だから距離詰めざるを得ないな。資材ほとんどないけど1しかないね。ひとまず上取れたけどここからどうしよう。もう銃撃ちまくるしかないんじゃないか。そんなやけくそみたいな選択肢しかないのか。そして敵はシャドウボムで逃走。心の目で生きる。見つけた。痛すぎる。でも向こうもシールド剥がれたぞ。ミニボの無時間は残ってないか。倒すか倒されるかだな。まだシャドウボム持ってるの。いや、でも下に降りていった。下で撃ち合えばワンチャンある。降りてないんかい。でも意外と惜しかったな。頑張ればいけそうな気がするからもう一回チャレンジしよう。それでは2戦目に GO。 2戦目はメガモールからスタートです。バースト SMG 拾えるといいな。さっきは白だったから緑か青が欲しいね。そこにあるの青バースト SMG じゃないか。ほんとだ、これわかった。おい、なんだこいつ、ニッカゲすんな。デッドバイデイライトかよ。フォートナイトでニッカゲ戦法を見ることになるとはな。びっくり仰天だよ。足音ガンガン聞こえるけど構わずミニボを拾います。てかショットガン拾ってんじゃねえか。癖で拾っちゃったけど使ってないから許して。失
下の敵と戦い終わってから捨てましたとさ。部屋から出てきたところを叩きます。今です。あざっす。アイテム整理して回復だな。ショットガン捨てておかないとね。ここら辺に敵がいたので着陸。向こうの屋根だったな。間違えてお隣さんの屋根に着陸してしまった。お隣さんもとんだ迷惑である。きっと仏のように優しい家主だから大丈夫。勝手に決めつけないでください。そんなこと言っても屋根の上が戦場になっちゃってるし。これで許してくれるってどんだけ優しいんだよ。さすが仏って感じですね。もう一人来ちゃった。まさかの三つどもえの戦場に。室内にこもられてしまった。小屋出てこないだろうな。さすがに下から入っていったら不利だよね。1階にいるのか2階にいるのかもわからないしな。こうなってしまっては致し方ない。どうするんだ。天井をぶっ壊しましょう。これには仏の家主もぶち切れ。代わりの天井張っておくから大丈夫。そこだけ作りが雑すぎるんですけど。敵いる。穴開けとこ。やりたい放題とはこのこと。さあどうする。袋のネズミだぜ。穴開けるんじゃなかったー。まんまと逃げられてるじゃねえか。逃がしたくない。引っかかりやがって。何ジタバタしてるんだよ。今ので完全に見失ってしまった。向こうにいるみたいだな。地形に隠れててここからじゃ攻撃できなそう。ひとまず下の人から相手した方がいいかもな。出てきてくれないかな。登ってきてるな。そこ私の建築なんですよ。あざっす。さっきの人がどこ行ったかだな。飛んできた。屋根の上取られてしまった。すぐ近くの気流に乗ってきたんだな。だったらこっちはジャンパで上を取る。撃たれるリスクあったけど撃たれなくてよかったな。仏の家主のカゴですね。それはないです。建築バトルだ。意外とあっさり上取れた。まだ油断はできないけどな。ほら上がってきたぞ。そうはさせんよ。あ、落ちたな。これにて仏の家主編完結。バッドエンドかな。ジップラインで移動した先で敵と遭遇。随分マップの端っこまで来たな。ここまで来れば敵いないだろうと思った結果がこれですよ。積極的に戦ってください。平和が一番。こいつよくもやみやがったな。二度と平和とか口にしないでください。残り5人の終盤戦。早めにジャンパでアンチ取りに行きたいですね。移動してるところを撃たれたくないしな。それでは快適な空の旅へ。さてどこに降りようかしら。飛んでから考えるな。飛ぶ前に決めておきなさいよ。とりあえず高いところ取りたいからこっちかな。敵も飛んできたな。この足場を再利用しましょう。危ない。考えることはみんな一緒だな。足場崩された。再展開持ってなかったから大ダメージ。死ななかっただけラッキーと思うしかないね。焚き火持ってるから回復だな。回復させてもらえるかしら。見つからないことを願うしかないな。どうか見つかりませんように。息を潜めるのぜ。どうにか回復できました。嫌がらせで攻撃しておこう。これで戦いが泥沼化してくれないかな。残念ながら決着がついたみたいだな。これでワンオンワンだぞ。できれば長引いてほしかった。ラブスプラッシュで回復してるな。妨害のしようがない。使った瞬間回復するからな。セミ砂で撃ち抜けないかな。下手したらこっちが撃ち抜かれるぞ。相手スナイパー持ってるかな。あの動きは持ってるな。あれは持ってますね。しかもヘビスナだ。狙撃対決は圧倒的に不利だな。どこかしらで距離詰めないと勝てなさそう。ひとまずストーム動くから移動だな。この木の裏でデカポ飲んでおこうかな。この先のメルチャンスはなさそうだしな。敵見失っちゃったけどどこにいるんだろう。飛んだ音はしなかったから地上にいると思うけどな。それにしては建築もしてないんだよね。完全に見失っちまったな。危なかった。いつの間にあんなところに。多分シャドウボムだな。狙撃かいくぐりながら移動しないと。相手もいずれは移動しないといけないはずだけどな。絶対あそこから撃ち抜くって感じに見えるけどね。気が盾になってる。今なら反撃できる。一発当たったな。今のうちにこの崖を駆け上がる。アンチは崖の上だから登れなかったらほぼ負けかもな。向こうも妨害する余裕はないと見た。やっぱりシャドウボム使ってるな。なんとか巻き返した。ここで決着をつけるのぜ。白ダメージ、これは押し切れる。成し遂げたぜ。バースト SMG でなんとかビクロイできたな。
ショットガンなしでビクロイできて嬉しい。意外と強い武器だったな。というわけで今回はここまで。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。